柳沢県は、日本の外交官、詩人。旧藍津藩士で、女学校校長、柳沢良蔵の長男として、福島県藍津若松市に生まれる。藍津中学校から一校を、東京帝国大学仏法科に学び、1915年5月、卒業。低新賞に入り同年10月文館高等試験に、合格。 横浜郵便局長心得在職中の1919 19年4月、辞職。大阪朝日新聞社に入社し、論説班に所属した。その後外務省に勤務し、フランス、イタリア、メキシコなどに駐在。外務省文化事業部第二課長や、新設された第三課の初代課長を務めた。上司にあたる文化事業部長は、 後に発大中隊大,大使となった、坪上定みポルトガル公使館一等書記官を最後に大官し費大文化会館館長を務める。その傍ら大学時代に、島崎藤村、三木露風に支持して認められ、詩人としても、中央師団で活躍し、果樹園、柳沢剣士衆などを発表した。外務省文化事業部課長当時、 日本ペンクラブの創設にも尽力し、当時軍国主義路線で孤立しつつあった日本文化の伝播に努めた。退官後は評論家として活躍し、故郷藍津地方の効果も多数手掛け、母校をはじめしを提供した効果は24から26に上る。戦後は世界の日本社を設立し、豊田添夢や池田重明の回顧録などを出版した。とあるのは、 発表式がつき、ありがとうございます。